ゆずソフト。ブラバン実況を始めていきたいと思います。これも久々だな。久々の実況になるが、もう1ヶ月以上間空いてる。久々ですが実況を始めていきたいと思います。午前の授業が終わり、昼休みになっても俺は朝のひばりが丘さんのことを考えていた。やっぱりあの態度を見る限り、ひばりが丘さんは俺が傷つけたんだろう。でなきゃあんな風な態度を取るとは思えない。でもわからない、ひばりが丘さんが何に傷ついているのか、俺の何が傷つけてしまったのか。夕食を食うどころか、なんだかため息ばかりが出てくる。どうした、元気なさそうだな。もっと人生を笑って生きていこうぜ。いいなあ、こいつは人生において悩みっていうものがなさそうで。あ、本当にどうした、体調でも悪いのか。いや、そんなことはない。なあ、一つ聞いてもいいか。なんだ、何が聞きたい。俺の3サイズか、それとも好みのタイプか。お前って悩みがなさそうだよな。あのな、人が毎日毎日生きてて悩みがないなんてことあるはずないだろ。ほう、それじゃあお前の悩みって何？それは一度悲しそうな目で俺にうつむく健太、そしてゆっくりと静かな声でつぶやいた。最近朝起きたら枕に抜け毛がごっそりと。そうか。俺どうすればいいかな。まあとりあえず頑張れ。効果てきめんな育毛剤とか知らない？あれ、その手の情報はあんまり持ってない。そうか。健太郎は暗い面持ちで自分の席に戻ってくる。まあそれはそれで重要な悩みではあるな。少し悪いことしたかな。おお、今日もパート練習から最後に合奏やるのでは。了解。元気よくみんなは答えて部室から出ていった。さて、俺も行かなくちゃ。と思いながらも、やっぱり光が丘さんのことがかなり気になっている。大丈夫かな。あんなピリピリしたような状態で部長として部活ができるんだろうか。部活が変な空気になってなきゃいいけど。ってどうして相手の部活のことを心配してるんだ。今は人様の心配よりも自分たちの心配だ。でもやっぱり気になる。ちょっと様子を見に行こう。どうすれば自分たちの部活に集中できるはずだ。俺はそう決めて音楽室はもう。静かに、気づかれないように、ちょっと覗くだけだし。俺がこっそりと音楽室の中を覗き込むと、ひばりが丘さんを中心として合奏しているところだった。やっぱり、俺たちと比べて技術力が。どこか音にまとまりがない気がする。滑らかに優雅な動きで担当を持つ、ひばりが丘さん、つぶら山ブラスバンド部の面々が音に合わせて演奏を行う。演奏として完成度が高い。これなら銀賞を受賞したことも十分なことができる。しかしひばりが丘さんはそうは思ってないようだ。ストップ。太を振る腕を止めて静かに周りを見るひばりが丘さん、そして
厳しい叱責が飛んだ。何と言わせるんですか。パーカッションはもっと白の頭をはっきりと、フルートはもっと滑らかに、ホルンは少し音が小さい。これくらいのことは一度言われたらちゃんと修正しなさい。さすがはひばりが丘さん、あんな合奏の中でよくそこまで聞き分けることができるな。でもそういう言い方はまずいと思う。やっぱりかなりピリピリしているようだ。ユキ君、それはさすがに。何ですの？私が何か間違ったことを言ってますか？いや、そういう問題ではなくて。だったら一体何の問題だと。ひばりが丘さんがそこまで言ったところで言葉を区切る。気がついたのだろう、自分の存在が浮いているということに。冷たい視線がひばりが丘さんを取り囲んでいる。その視線を前にしてひばりが丘さんは寂しそうな顔をしているつもりだ。そして静かに一言口にする。しばらく休憩とします。ひばりが丘さんはそう言って音楽室から出て行こうとする。まずい、気づかれる。俺はなんとなくひばりが丘さんには気づかれないように廊下の隅に隠れる。そのすぐ後にひばりが丘さんが音楽室の中から現れた。ひばりが丘さんは俺に気がつくこともなくそのまま階段を降りていた。俺はなんとなくその寂しげな背中を追って階段を降りていった。校庭の隅の方でひばりが丘さんは一人立ち尽くしていた。ひばりが丘さん、俺が呼びかけてもひばりが丘さんはこちらを振り返ろうともしない。それでも俺はその場に立ち続けた。いつまでそこにいるつもりですの？沈黙に耐えかねたのか、やっとひばりが丘さんの方から口を開いた。私のことは放っておいてくださらない？そんなわけにもいかないよ。どうしてですの？責任の一部は俺にもあると思うから。思い過ごしですわ、そんなの。決してこれはあなたなんかのせいじゃないんですから。こちらを振り返ろうともせずにひばりが丘さんは静かに続けた。私はちゃんと一人で部をまとめ上げてみせます。ひばりが丘さんはそう言うけど、さっきみたいなことを繰り返してたらいずれは空中分解してしまうだろう。さっきだってひばりが丘さんは冷たい視線で見られてたし。一人で大丈夫ですわ。さっきのやり方を続けるつもりなの？見て言ったのですか？ごめん、ひばりが丘さんの態度がどうしても気になったから。あんな言い方してたらいつか大河原先生みたいになっちゃうよ。だからもっと。だってわからないんですもの。不意にひばりが丘さんがつぶやいた言葉に俺は耳を傾ける。ひばりが丘さんはゆっくりとこちらを振り返って涙声の後の言葉を続けた。人をまとめるってどういうことですの？どうすればあなたのように人を引きつけることができますの？私にそんなのわかるはずないじゃないですか。ずっとずっと子供の頃から一人だった私に。ひばりが丘さん、お父様もお母様も仕事でいつも忙しくて、毎日毎日私は一人で。もう家には使用人の人とかいるんじゃない？使用人と家族とはちょっと一緒にはしづらいんじゃないだろうか。あなた、一流の使用人がどういうものか知ってます？いや、みんな私の言うことにいいダクダクと従って何の文句も言わずに働くんですのよ。10歳にも満たない子供のわがままを何一つ文句も言わずに
そうしつけられた者たちが使用人なんですのよ。そんな人たちが雇い主の一人娘に対して人間味のある行動をすると思って、ただ怯え、ただ従い、食事もいつも一人で、起きるのも一人、何をするにしても家の中では一人でしたわ。そんな私をお父様もお母様も偉いと褒めてくださったわ。ユキは偉いね。何でも一人でできて。ユキちゃんは本当すごいわ。そんなことまで一人でできちゃうんですもの。うん、お父様、お母様、私ちゃんと一人でできますの。偉いでしょ、偉いでしょ。ああ、ユキは偉いね。ほんと、ユキちゃんは偉いわ。褒められることは嬉しかった。だから、お父様にもお母様にも心配をかけないように頑張りましたわ。そしたら、二人とも、さらに家には帰ってこなくなりましたわ。ユキは偉いから、一人でも大丈夫だよな。うん、私一人でも大丈夫。ユキちゃんは一人であんなこともできるんですもの。ママがいなくても大丈夫よね。うん、お母様がいなくても一人でも大丈夫。ユキは偉いね。ほんと、ユキちゃんは偉いわ。うん、私ちゃんとできますわ。一人でもちゃんと。褒められたくて、もっとかまってほしくて、私はいろんなことに必死で取り組みました。その甲斐あってか、お父様にもお母様にも褒めてもらって、その度にますます。お父様、もう行っちゃうの？ごめんね。でもユキは大丈夫だよね。一人でもちゃんとできるね。私ちゃんとできますわ。一人でもちゃんと。お母様、もうお仕事なの？ごめんなさいね。でもユキちゃんは偉いから、一人でも大丈夫よね。私は大丈夫ですわ、一人でも。わかります。一緒に遊びに行った記憶もなくて、家に帰ってきてもその翌日には仕事に行く。年に会うのは数回で、家の中にはまるで機械のように私の指示に従う使用人しかいなくて。私ちゃんと一人でできますわ。一人でできますもの。でも二人とも私のことを愛してくれていましたわ。年に数回は絶対に帰ってきてくれましたし、誕生日を忘れたこともありませんでした。まあプレゼントが郵送されるのがほとんどでしたが。自供気味の笑みを浮かべるひばりが丘さん、昔のことを思い出したのか、さらに寂しそうな空気です。一緒にいてくれって言わなかった？言えませんわよ、そんなこと。二人とも忙しいって分かっていて、そんな無理難題を押し付けることなど。親の状況を理解し、寂しさに耐えること、それはどんな気持ちで幼い頃を過ごしたんだろう。この友達とかは？そんな関係の人はいませんでしたわ。もっと褒められたくて、いろんな習い事をしてましたから。
音楽もそのうちの一つだ。最初はバイオリンがきっかけでしたわ。私の演奏を聞いた二人はとても喜んで、私を褒めてくれて、もっと褒めてほしくて、ピアノも始めて、他にもいろんな楽器を学びました。二人ともすごく喜んでくれた。そして褒めてくれた。でも、その分、二人に会える機会がどんどん減っていって、それでも二人に心配をかけないように、勉強も音楽も他の習い事も全部努力し続けましたわ。それが今のひばりが丘さんのわけ。ええ、そうですわ。子供の頃からずっと一人で努力して、そして今でも一人ですわ。ひばりが丘さん、君なら大丈夫。一人でも十分できる。ひばりが丘さんなら簡単にこなせるよ。みんな同じことばかり。ひばりが丘さん、俺はここに来てずっとひばりが丘さんが何に傷ついたのかに気がついた。ひばりが丘さんは一人が嫌だったんだ。でも俺は勝手にひばりが丘さんのことを勘違いして信頼してるとか、そんなことを。こんな風に一人になるなら大丈夫なんて言わなければよかった。何でも一人でできるようになりたくなんてなかった。私はただただ小さく震えるひばりが丘さん、そしてその寂しげな瞳で俺のことを見つめてくる。教えてくださらない？私はどうすればいいの？どうすれば一人じゃなくなるの？どうすればそばにいてくれるの？俺は何も答えることができなかった。どうすればいいか、そんなこと聞かれても明確な答えなんか持ってない。俺はただ普通にしてるだけなの。どうすればいいのです？今まで一人だった私に人をまとめることなんてできるはずないでしょう。それで俺のことを必死で入部させようとしてたの？そうですわ。あなたがいればまとまりが生まれて、そして私は。でもそんなことしてもきっと意味がないよ。どういう意味？まとめるのが俺ならひばりが丘さんは一人のままだよ。そうなったらもっとひばりが丘さんは傷つく。だからそんなごまかしみたいなことはやめようよ。そうですか。ぽつりとつぶやくひばりが丘さん、そして悲しげな笑みを浮かべて一言すぎる。結局私はいつまで経っても一人ですのね。そうじゃないわ。俺は本当にひばりが丘さんならできると思うから。そんなこと望んだ覚えはありません。私は信頼してほしいわけじゃありません。ただそばにいてほしいから。だから私は。それにひばりが丘さんは一人じゃないよ。そんな嘘いらないですわ。嘘じゃないよ。確かに俺はひばりが丘さんの部活には入部できないけど、でもひばりが丘さんの近くにはいる。うん、桜山の部員だってそうだよ。みんなちゃんとひばりが丘さんについて行ってるじゃない。そんなの部活だからですわ。そうじゃないよ。もちろん全員がそうだとは言えないけど、でもひばりが丘さんのことを慕ってる部員もいるはずだよ。そんなはずありません。
そんなことない。少なくとも、アシアはひばりが丘さんのことを心配してた。彼は、女性ならば、全員の心配をするような男です。俺だって心配だよ。心配だからこそ、今もここにいるんだし。俺がそう言うと、ひばりが丘さんは寂しげな瞳のままで俺を見つめてきた。その眼差しを真正面からそのまま見つめ返す。もっと周りに目を向けてみようよ。どうすれば、きっと一人じゃないことに気がつくよ。ひばりが丘さんと見つめ合った状態のままで、しばらく静寂の時が流れる。そして、ついにひばりが丘さんの方が、静かに口を開いた。本当に、私は、一人では、ないのですか？少なくとも、俺はここにいるよ。でも、やっぱり。大丈夫だよ、ひばりが丘さんなら。俺は悲しげにうつむき、震えるように体を揺れ動かしているひばりが丘さんの体を抱きしめた。ちょっと。ここだ、サムネここだ。サムネここだ。近くにいるでしょ。ひばりが丘さんなら大丈夫。それに一人じゃない。移籍はできないけど、いつまでも俺がそばにいるから。どうしてかしら。いつもと同じことを言われてるはずなのに、すごく安心できる。そう、他の方々も私なら大丈夫と言います。まるで上辺だけの言葉のようですけど、でも、あなたの言う大丈夫は、すごく安心できる。心の底の方まで、暖かくなるみたい。どうしてだと、思います？さあ、説明しろって言われてもよくわからないけど、こう、近いからじゃないかな。近い？候補多いんやけど、俺の胸の中でひばりが丘さんは顔を上げた。キスする流れになるんだけど、キスする流れになりそうなんだけど、告白まだなんだよね。ほぼほぼ告白だったんだけどな。その不思議そうな表情を浮かべるひばりが丘さんのその頬に、俺はそっと手を添えてあげた。あ、ここで止まるかな？これで止まるかな？キスまではいかないか？さすがにいかないか？さすがにキスまではいかないか？こうして心だけじゃなくて、ひばりが丘さんのぬくもりも感じられるぐらい近いです。そんな簡単な問題じゃないと思いますわ。多分、そんなに難しく考えることじゃないと思うよ。もっと簡単なことなんじゃないかな。もっと、単純なこと？こうしてさ、お互いのぬくもりを感じられる。そんな関係だから、同じ言葉でも違う。そういうことなんじゃないかな。と言って、俺は強くひばりが丘さんの体を抱きしめた。俺に密着するひばりが丘さんの体のぬくもりが、服を通しても伝わってくる。その柔らかで安心できるぬくもりに、俺は身を委ねた。ひばりが丘さんの体、あったかいって、ちょっと、まあ。それなら、あなただって、暖かいですわよ。抱き合ってるだけや。抱き合ってるだけやから。ひばりが丘さんはそう言いながら、俺の体を抱き返してくる。それほど強い力でもなかったが、でも確かにひばりが丘さんは、俺の背中に回した手に力を入れていた。あの、もう
少し。いえ、別になんでも。ねえ、ひばりが丘さん、もう少しの間、このままでもいい？あなたが望むなら、別に構いませんわよ。ひばりが丘さんはそう言いながら、俺の胸に顔を埋めて、しばらく時間を過ごしている。ここで終わるか。ここで終わるか。本日の実況ここまでにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。